次回の農業日の担当のメンバーさんに宿題を出そうと思います。まだね決まっていないんですけれど、だからこうあれですね、誰が来てもいいように書かなきゃいけないですね。誰がいいかなじゃない、何がいいかな。皆さん何かありましたらコメントでください。字が汚かったあよいしょ。さなんか最近ゲシュタルト崩壊が激しくてですね、次回の字がこれだっていうのか私は分からないです。今あるかな。あークリスマスに何欲しい。クリスマス過ぎないか、まだん過ぎないか。クリスマスに何欲しいもいいな。来年の目標聞くのもあり。あとなんだろう、なんだろう、クリスマスプレゼント何欲しい。クリスマスあ、わかった。過去にもらったクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものは何だ。いいじゃん、そうしよう。あ、字がまた小さいな。字が小さいなぁ、しょうがないですね。いやね、よりおお、よし。では次回のメンバーさんへの宿題はこちらです。過去にもらったクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものは何ですか、です。私が嬉しかったのはですね、あれですね、ケーキ作りキットみたいな、あのケーキを作る例えば型とか、あの泡立て器、電動の泡立て器とか、へーゴムベラみたいなものとか、そういったものが一式入っているそのパティシエキットみたいなのをもらったのが一番印象に残っているかな。それこそあれだったんですよ、シルバニアファミリーとかやらなかったので、私シルバニアにはまらない、リカちゃんはまらない、メルちゃんはまらないっていう、もううん、そうだったんですよ。人形遊びとかしなかったので、バービーちゃんっていうんですか、あの外人の女の子の人形とか本当にはまらなかったので、そういうこうリアリティのあるなんて言うんでしょう、実際に物を作れるとかそういうのの方が好きでしたね。そうそう、それこそまあ兄もいたので仮面ライダーのベルトとかも、うん、もらってるの見ていいなと思ってました。そんな感じかな。そう、現実主義ですね、現実主義です。はい、じゃあね、そろそろね、前回のメンバーのあやねさんからの宿題をやりたいと思います。こちら、じゃじゃん、すごい見えないや。過去にもらったクリスマスプレゼントの中で一番嬉しかったものはだそうです。ね、なんだろう、なんでしょうね。クリスマスプレゼントって、いつまでもらいました。サンタさんが来てたのは小5ぐらいかな、小6かな、全然覚えてない。中学生は多分来てないから小5、6とかまでかも。だよね、小学生までですよねなんだろうな、一番嬉しかったもの、皆さん何ですか。なんだろうね難しいね。
覚えてないんだよな。でも一番印象だったものを覚えてるけど、ちょっと後で言います。一番印象的だったものはそれしか逆に覚えてないってくらい本当に覚えてない。あ、やっぱゲーム系ですよね、ちっちゃい頃もらうなら。確かに、うん、あ、ウィー懐かしいね。マリカーばっかやってたな。うん、どうしよう。そうね、私もでもゲームかな。あの、でも何のゲームだろう。ダイヤモンドパールとかかな。ダイヤモンドパールって私がいくつの時だろうでもなんかポケモンをもらった覚えはあるんですよ。髪の毛立ってるそう、ダイヤモンドパールがあの全盛期だったので、多分それかな、それですねそれが嬉しかったかな。そう、パールをもらったのかな。そう、いや、そう、あの親がダイヤモンドを持ってたので強いポケモンだけ写してましたそう、ちょっとインチキですけどはい、そんな感じ。うん、クリスマスプレゼント欲しいな、ちょうだい。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。